皆さんこんばんは。今日もみんな大好き、ハインケル162ザラマンダー改め、日本陸軍手野球戦闘機 T-162 を紹介します。本当に計画あったのかこれ。一応ハインケル177メッサーシュミット109グスタフメッサーシュミット209なんかと共に購入とかライセンス製造の希望があったらしいですね。へえ、そうなんだな。ちなみにですけどユンカース88も日本は買っていて、東京湾のどこかに沈んでいます。戦後に投棄したのかな。いえ、木更津から試験飛行に飛び立って行方不明に。そうなんだな。さてこのスパッツスズメちゃんは、かっこいいけど、いろいろ貧弱なんでそんなに乗っていなかったのですが、いろいろ乗ってみると、30ミリ2門もそんなに悪い武装じゃないなと思い、神殿のついでに乗ってレビューしてみました。武装値30前後も多いもんな。射程は650メートルと短いのですが、当たれば 12.7 ミリの比ではないのでどうかなと。それではチュンタの実力を見せつけてやりましょう。さすがにロールは良さげですね。武装は陸海軍では別物なのですが、こちらも弾速が速くて当てやすいです。先ほど言いました通り、旋回は同角では約19にしか負けず、高高度性能は約よりいいので釣り上げて対処もできます。加速なんかも不満はありませんでした。へえ、結構いいんだな。ただ、航空に行きますと、低い耐久値のおかげで重戦闘機の一撃で、粉砕されますし、30ミリも当てやすいといっても20ミリリボルバーの比じゃありませんからね。あんまり稼ぎも良くなかったな。どうも、戦闘機は14、5機落とさないとですね。これは自分的には10機前後かな。オリジナルはほとんど木製なんですけどね。マジか、いろいろ吹っ飛びそうだぞ。翼も木製だったのですが、この機体はリベットが売ってあるので作れなかったみたいですね、わら。ジャッキ座席も日本で作ったら装備されなさそうだよな。エンジンごと爆発ボルトで飛ばしそうですね。ただし後日装備で神殿のプロペラ飛散装置も2号機より装備予定だもんな。まあこのゲームでは接着剤が溶けることも、エンジンが爆発することも、30ミリの反動でばらけることも、安定性が悪いこともないので、安心して乗ってください。なんか旋回中の方が命中率良くないか。旋回中の方が軌道の予測が簡単なのでね。くるくる逃げ回るのは当てられないんですよ。乗った感じは綿菓子みたいなやつ系よりは粘りがあっていい感じですね。綿菓子、わら。でも先ほど、旋回に有利なはずの例の名もない戦闘機に回り込めなかったので、調整次第では油断できないということですね。ちょうどいい時に落とせました。前も言いましたけど、これもドイツ機バンカ近畿で売れば簡単に儲けられそうですけどね。20ミリ版の A2 なら買わないけどな、わら。いやー、30ミリの MK108 版の A1 でも買わないですよ、わら。売れねえじゃねえか、わら。そこはそれ、ジャパンタイガー見たく性能落として、 A8 で売ればいいんですよ。
それなら買うかもな。でも20ミリはやめてほしいな。制空権の確立に成功した。その調子だ。それにしても、この次の機体なんですけどね。エンジン2機にしたやつな。ちょっと妄想すぎて開発意欲ないですね。重たくないのに、機動性は上がってるファンタジー。小さいので見えにくい、当てにくい。キビキビ動く働き者のスズメちゃんです。なるべく味方の多いところに出向いて戦い、爆撃機はスルーすれば、重戦闘機の通り魔に合わなくても済み、戦えるんじゃないでしょうか。稼げるとは言いませんけれども、わら。ありがとうございました。また次回も良ければ見ていってくださいね。見事な戦果だった。前期帰還せよ。